カキンゲームズ。ハロー YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンと、はい、4度目の正直でございます。大超絶祭、はい、じゃあほら、あ、いい感じにまんべんなくいった。ぶち抜いた方がいいか。 OK です。ナナミさん使いますね、じゃあ。はい、はい、全部倒しちゃったら、スキーの配置も問題ないです。ね、よし、行きます。シャーキーもまあ、そう、いいとこにいるんだ。どこにいるか全部倒せ、全部倒せ。おー、全部倒した、すげえ。来たぞ。敵キーのキーもマッチポイントの位置なんで。そっか、一気に。ふん、これ、このイザナミを僕は持って帰るんだ。光景が張り…へばりついてるぜ。お、難しいこれ。おお、すげえ、狙ってやった、狙ってやった。縦缶でハート、あ、あ、そっかそっか、そういうことか。当てないようにってことね。ああああ、映らせた、映らせた、お前、あぶ、あぶね。あ、そっちね。ごめん。ごめん。よし。これはいけるでしょ。いけ。頑張れ。うっ。OK です。いい感じで。トルテキーラも左側いるんで。バハムートから行く。そうですね。OK です。テキーラ当たってバハムート先に倒します。OK です。はい、立てかんで。お願いします。はい。おー、かなり食らった。これいけるね、もう次で多分。素晴らしい。あ、ちょっと生きてる。よし、これで倒そう。よしよし、そんな痛いダメージじゃない。いいぞいいぞ。倒せれば、で、キーがもし弱点タイプに落ちます。あー、よかった。怖え、この動きすんの。せっかくバナモート倒したんで、はい、グリーンでも大丈夫です。うん、ゾンビ。いや、キーの方行きましょう。キーの方行きます。あんまりゾンビ行けないんで。はい。少しでもダメージ。いや、そうですね。つえな。痛い打ち方してきますね。おーい。来た。OK です。よし。で、食い方をここで弱点使ってください。使って。使ってとか。よーし。あら、大丈夫かな。当たるか。よし、当たった。キスで、よし、これでワープから出れればって感じか。これはやばいですね。え、これ結構左下の攻撃がスレーザーなんですけど、まあ、耐えるんですけど、キーがちょっと16バリエが。そっか、その次のナナミさん耐えろ。これは、あ、ハート取りながら、弱点で。よっしゃ、今んとこいいぞ。よし、ダメージボール来ると一気に焦っちゃうからな、もう心が。あ、テキーラーいい。おー、惜しい。ただいいとこ行った。シールド、シールドも。よし、ぶつけられるように頑張ります。ワープの方を行ってきて、行きたい。あ、ワープ倒す。ワープ倒したいですね。はい。ああ、オッケーです。ごめんなさい。誰か、まあ、オッケーです。で、キーがここで打てれば打ちます。打てない。くっす。で、キーラ、キー上に配置で、テキーラを波で貫通させて、テキーラ貫通で。はい。おい、ダメージ的には順調だ。からのテキーラ、これは、これは動かない。ここでも一気に倒しましょうか。はい、ワープには絶対に行かないそうです。おー、すげえ、いい。
回復もある。念のために取っておいて。取っちゃっていいですね。はい。でチームより良い位置に配置したいんで。さあ、ダメージオールがあと2になってますね。次7ミなんで、まあ大丈夫ですね。そっかそっか。で、ストレッチと残していくんで確実に勝てます。素晴らしい。これは普通に切り裂けばいいよね。ん？上のハート取っていって、いや、ハート取ら、取ってもいいですか？ハート、どっちもいいですけど、倒しましょう。倒しましょうね。倒します。はい。よし！迷い。キーがいいんじゃない？いいですね。ていうかもうストライクショットあるしね。いいですね。ナナミもあるしね。キーは。HP もあるしね。キー、ただ、ついに来たんじゃね？お！バームトで。倒した。お！弱点打ちで。うわぁ、この野郎！来た！あーし、まあまあまあ。このまま！え？含まれる。いけー！ごかっけーすげーすげえ頼む落ちろ頼むグッジョブ頼む最後だぜゴー4度目の正直ですけど、これもうイザナミに嫌われてますね、もうこれ完全に。普通落ちるでしょ、1匹くらい。あまりにも爽快に勝ってるのにね。まあそれくらいイザナミ僕にとってもう大きな存在ですね。もう絶対取るわ。もう取れなかったんで、また普通のイザナミの時に大超絶祭では取れませんでした。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押していただければ登録できますので、ぜひぜひよろしくお願いします。その他私ヒカキンの LINE 公式アカウント、Twitter、ブログのリンクもこの動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録、フォローなどお待ちしております。バイ。